大谷翔平選手は卓越した運動のお力だけでなくユーモアセンスとチームメイトとの親密な友情でも知られています5月5日日本時間大谷選手はロサンゼルスでの本拠地でブレーブスと対戦しました大谷選手はいつも通り2番指名打者で試合を開始しましたこの試合では大谷選手は3安打に打点と好調なパフォーマンスを継続しました 特に大谷選手は今シーズン8本目のホームランを放ちました。このホームランで大谷選手はロバーツ監督が持つ日本選手最多ホームラン記録を更新しました。5月5日の試合前、大谷選手は尊敬する監督にサプライズプレゼントを贈りました。驚くべきことに大谷選手はロバーツ監督にポルシェを購入しました。しかし、ファンたちはそれがおもちゃの車であることを知って驚きました笑い。 試合後の記者会見で大谷選手がインタビューを受けている間ロバーツ監督はポルシェを手に持って近づきましたロバーツ監督は笑顔でおめでとう大谷と言いましたポルシェのプレゼントは大谷選手とロバーツ監督の間のジョークから始まりました松井秀樹選手が持つメジャーリーグに本陣裂いたホームラン記録を更新した後大谷選手はいたずらっぽく次は 監督の記録を破りたたいいいとと思まます笑いと宣言しましたバーツ監督はこの挑戦に面白がり、それは良い考えだと冗談を言いました。大谷選手はまた、ロバーツ監督がポルシェが好きだと言っていたことを明らかにしました。そこで彼は監督にミニカーをプレゼントすることを思いつき、ロバーツ監督がそのプレゼントを喜んでくれたことに大喜びしました。記者から 本物のポルシェをプレゼントするつもりかどうか尋ねられた大谷選手は笑顔でこう答えましたワールドシリーズで優勝したら考えますロバーツ監督はまたインタビューの中で大谷翔平選手は試合中にとてもリラックスしていて緊張して戦うよりも楽しんでいるようだと語りましたロバーツ監督は現在ミニカーをオフィス内の自分のデスクに飾っています 監督は冗談で、大谷選手は自分の好きなポルシェモデルがわからなかったのかもしれないので、素晴らしいおもちゃを選んだと語りました。この楽しい暴露は、集まっていた記者たちから笑いを誘いました。米国から日本に返還された直後の沖縄で生まれ、外や主だった現役時代は5球団に在籍、ドジャース時代には通算7本塁打を放った。 ドジャャーースでのキャリアの中で、のののキリア中彼は合計7本のホームランを打っています。そして5月5日の試合までにロバーツ監督は正式に大谷翔平選手にこの記録を譲りましたそしてロバーツ監督自身も大谷選手が自分を追い抜く瞬間を心待ちにしていましたポルシェのプレゼントは大谷選手とロバーツ監督をつなぐ架け橋となり彼らの美しい友情を象徴しています 大谷選手がドジャースに入団し、大奥の激しい試合を経験して以来、二人の関係はより緊密なものとなってきました。ロバーツ監督は、大谷選手の努力に満ちたプレー、輝かしい功績、そして残念な失敗を最もよく見てきた人物です。大谷選手の8本目のホームランと、彼とデーブ・ロバーツ監督のポルシェに関する冗談は、単なる個人記録や楽しい冗談ではありません。これらは 大谷選手が選手として成長したこと、チーム内での彼の影響力が増していること、そしてドジャースの選手たちとの間に強い友情が存在することを象徴しています。大谷選手が今後さらに活躍するにつれて、ドジャースは彼からより多くのエキサイティングな瞬間とより大きな成功を期待することができます。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。 他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。